え？どういうこと？もちろん。なんか本ある。多元宇宙、マルチバースのことかい？なるほどね。もう終わりました？おい、逃げるな。解読終わった。素晴らしい。各行ごとに翻訳？本字？この日記じゃない？この日記はおそらく佐々木のために書かれたようなもの。へぇー。やあ、佐々木、これを読んでるということは君は塔の近くにいるということだね。塔は捉えどころのない存在の領域だ。この存在はこの世界と繋がっている。とりあえず世界の塊として、世界の魂として考えてもらって構わない。この魂に物理的な形態はないが、コンピューターや他の機械を通じてコミュニケーションを取ることができる。つまり俺はスチームを使って、今、このワンショットの世界と繋がってるって、そういうことを言いたいんでしょう。誰のことを言ってるのか分かっているね。君が救世主と共にここに来たとき、奴はすぐに君に接触できたはずだ。なるほど。窓ってのは、まあ、このゲームのことだから、ウィンドウのことを言ってんだろうな。うん。琥珀に羽、確かに光ってるな。さらに言うと電球もそうなんじゃない？違うんだ。すごーい、三つ目もらっちゃった。これで三つのかけらが手に入ったな。あなたの旅路に幸あれ。ジョージはあなたにさよならの挨拶を告げましょう。これで琥珀、羽、そしてサイコロか。種が未だにわかんねえんだよな。薬用水の。なるほどね。了解。だいたい、まあ、一応ここまで来て、行けそうな部分は分かってるよね。エレベーター降りてくるときに行った、あそこもき、あ、え、なに？お腹すいた？エレベーター上じゃない？あー、いいじゃない。まあ、もちろんもちろんもちろん。じゃあ、エレベーターに行くか。エレベーター上のあの部屋も気になるけどね。気になるとこはいっぱいあるけど。とりあえず飯食わしてくれるって言ってるとこに行くか。なんか喋りたいのか？誰と喋ってんだ今。今、俺と、喋ったね、今。喋りたいのかに対しての運だったのかな。
飯を食わしてもらおうぜ。腹が減ったら来いよっつってたし。大丈夫かな、進食進んでないかな。こんにちはー、タン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 タラタン。治療に持ってね。そう、お腹すいたのよ。カフェがあったの思い出したんだ。パンケーキってある？もちろんあるよ。あ、でもお金がない。お皿洗いとか何か手伝うのダメかな。いやいや、店からのサービスなんていい人なんだ。いやー嬉しい。お安いご良さ。かなりお腹空いてたんだろう。塔に行く前に何か食べるなら今しかないと思って。あーなるほどね。それでパンケーキが君の一番好きな食べ物なのかい？うん。ほぼ正解。世界で一番好きな食べ物はママが作る特製パンケーキなのね。ヘーゼルナッツを砕いてそれを生地に練り込むのが好きなんだ。そうか。どうした？うわー、ホームシックになっちゃった。あー。ミーは本当に世界を救うためにここにやってきたのかな。太陽じゃどうにもならないってみんな言ってる。というかなんでここに、あー悲しくなってきちゃった。泣かないでくれ、俺まで泣きたくなる。偉いな、ニコ。うん。いや、いい人だった、マジで。ありがとう。マジでいい人だった。名前聞きたかったな。で、こういう恩みたいなのは忘れないよな。おっしゃ、そしたら、行きましょうか。ついに、塔の元に行きます。禁断の地へ向かいたいと思います。そのためには、まずはこちら。おそらくここのことだと思うんだよね。これこれ。これでしょ？で、これ×って書いてるじゃん。だから、ウィンドウ一回閉じるんだと思うんだ。だから、ちょっと待ってね。これ、一回閉じるよ、これ。押すよ？おい。押しました。閉じました。閉じたので、もう一回起動します。来たんじゃない？いや、佐々木、太陽はどうなってるかわかる？いや、わかんないよ。え、なに？俺と会話できなくなった？もしかして。マジか！わー、大変だ！わー、アイテムもなくなった！あ、パソコンじゃないか。こんばんは、ニコ。パソコンと直接喋り始めた。おめでとう、君は今塔の中にいる。ミーに話しかけてるの？その通りだ。前まではいつも佐々木に話しかけてた。今どこに？佐々木はすでに去った。去ってないよ。君に直接話しかける他なかった。佐々木はいなくなっちゃったの？こんな急に？その通りだ。これからずっと？その通りだ。佐々木はすでに使命を果たした。そして君もだ、ニコ。さあ休むといい。ここで起きたことは全て悪夢のようなものだ。マジ？本当に？いや、あるよ、絶対。
マジで言ってるこれ。なんかおかしくね？罠な気がするけどなぁ。どういうこと？この世界には二度と戻ってこないでくれたまえ。やば、ゲーム終了したこいつ。ねえ、ちょっと、マジ？どういうこと？え、ちょっと待って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 、壁紙変わった、壁紙変わった。なんか書いてる、壁紙に。まだ終わりじゃないぞ。存在が何を言ったか知らないが、この物語には続きがある。ドキュメント、マイゲームス、ワンショット、とこの記号を探してくれ。それをまた会おう。これちょっと今切れて読めないと思うけど、ゲームを再起動するんだの下にまた会おうって書いてるわ。これ作者だ。作者側が救世主のこのヒントは嘘だと。マイドキュメントのうんちゃらかんちゃら探そう。ちょっと待ってくれよ。そのまずウィンドウの位置を直すから。これが一番大変な作業なんだ俺の中で。ああ、マイドキュメントに、なんか変なファイルがある。リードミーもあるけど、リードミーはちょっとまあ読まなくていいか。これか。なんだこれ。なんか変なファイル、なんだ。なんかこんな、なんだこれ。なんだこれ。ただただクローバーが出るわ。お！夢の続き？ニコ？俺だよ！聞こえるか、ニコ？佐々木だ。わかるか、ニコ？誰？佐々木？今の神様？神様の声が聞こえた気がしたんだけど、夢の中で。そっか、まだいないんだよね。あー、俺の声は聞こえないのか、そこじゃ。ポケットに何かある。このウィンドウはちょっと閉じてもいいのか？このクローバーウィンドウは。まあ、ちょっと一回寄せとくか。なんか、邪魔くせえし。ちょっと寄せとこう。ポケットに何か、こんなところに何か入れたっけ？クローバーが入ってる。なぜ君がまだここにいる？お前か。なんだお前。やってくれたなお前。なぜ戻ってきた。それは戻るわいさ。近づくなと言ったはずだ。さてはお前、私がこの物語を中断するつもりだったのを知っていたんだな。まあ作者に言われたからっていうところだけど、もっと私を利用したいんだろう。おい、そうなんだろう。いいだろう。ここから去りたくのないなら永遠に出られないようにしてやろう。おー、むちゃくちゃしてくんね。え、なんだなんだなんだ、ちょ、なんかこんなん出た、こんなん出たよ。あ、なにこれ？透過してる？このファイル。